さよなら配信ライブということで、すごいお店の方は換気をして、感染対策はしております。まあ騒ぐような曲じゃないんで、そうですね、まあ、静かに聴いていただけたらと思います、はい、ありがとうございます。なんかすごいお花とかもたくさんいただいて本当にありがとうございます。今日はリクエストを結構多くいただいたので、第1部と第2部と分けてライブ配信を行いたいと思っております。僕としてはなんかついにこの日が来ちゃったなってそんな気持ちです。落ち着きましたでしょうか。大丈夫ですか。すいません、遠くの方に追いやっちゃって申し訳ありません。ありがとうございます。じゃあ今日はオールリクエストということで全部リクエストでやっていきたいと思います。はい、それでは、リクエストで牛場さんのオリジナルが一曲あったので、そういうあなたという曲を歌いたいと思います。I'm
歌詞を聴いてるとわかるかなと思うんですけど、あのリカちゃんってリカちゃんと最初にね一回お別れしてるんですね。あのバイトをするんでね、その時一回目のお別れの時にあのリカちゃんがいなくなってから作った曲です。これあなたって言ってますけど君ですね。なんかね。ラジオの曲にしようかなと思って考えてたんですけど、なんかちょっと暗いかなと思ってやめました。またラジオの曲はラジオの曲で別に作りました。まあそんな曲です。ありがとうございました。ありがとうございます。2回別れが来るとは思わなかったですね。あ、でも分かってたことかな。I'm standing here outside your door. I hate to wake you.
お願いしたら、あの僕とリカちゃんが選曲してたらきっと選ばないだろうなっていう曲がいっぱい出てきて、これやばいぞみたいな感じだったんだけど、頑張ってやろうかなと思います。使わせていただきます、はい、チョコレートもいただきましたありがとうございます、はい、それではカーペンターズのリクエストがあったのでカーペンターズの中から選んでみました。明日で言いますもんっていう曲ですね。この曲ね、せっかくなんで使う。どうですか？おいしい。おいしいです。水ですけど明日で言いますもん。はい、大丈夫。大丈夫です。じゃあお聴きください。はい、made me smile.
言われなかったらやらない曲でした。きっと次の曲も言われなければやらない曲ですね。Thank you.
さ、結構皆さん結構あったかいことされてますね。ありがとうございます。2回目歌う曲なんですけど、はい、まだ1回しかやったことないんですけど、じゃあビートルズの永遠の名曲イエスタデイという曲を歌いたいと思います。リカちゃんとね、ずいぶんやった曲です。そうですね、はい、前にもちょっとお話しさせてもらったことがあったかと思いますけど、これを最初の頃やって、これはリカ&48のね、代表曲になる曲だよねっていうふうに言ってくださった方がいらっしゃいました。最初、私が短大卒業してソロ活動を始めた頃からこの曲を弾き語りとかで自分で歌ってきた曲なんですけど、そこの喫茶店でケセラセラ歌った時に吉羽さんが見に来てくれて、そういえばこれ歌ってたよねって言って、そこから歌ったのが、2人で歌ったのがね、初めて。そうだね、なんかリカちゃんが歌ってた時よりとだいぶ感じが変わったかもしれない。そうですね、なんか、うん、どうやって弾いてたんだろう私は。あれですね、最初はね、そう、全然違うかもしれない。アルペジオみたいな、アルペジオ、それじゃない、違うね、ちゃん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 みたいな、あ、わかんない、じゃあ、そう、三拍子で、あ
本当に。そうか。だいぶ複雑できた曲だな。はい、もう一回こういうことし、こういう感じにしかできないね、もう。そうですね。はい、はい。じゃあ第一部、本当に見に来てくださった方、ありがとうございます。では、ケセラセラ、お聴きください。ちょっと休憩を入れようかな。はい。